リジェクターで EQ10 です。こんにちは、どうも。バージョン 4.4 のですね、ドラクエ10、これラスボスと戦うシーンなんですけど、順調に今日は休みでして、最初からやりまして、なんとか中ボスも倒して、そんなに道中のねギミックというか謎解きもそんなに難しくはなく、サクサクっと、本当にウルベアの時もそうでしたけど、ウルベアより早かったですかね。今回はプクリッポの、お話ということでね、宇宙船の中に住んでるということで、いろいろやりまして、一気にやりまして、パノンさんが出てきたりですね、いろいろしまして、ここにまたここで、時空の狭間ですかね、来てこのルービックキューブを倒さなくちゃいけないっていうことでね。で、バージョン 4.3 のラストシーンで、キュルルがね、ラスボスなんじゃないかっていう感じで終わったですけど、そうでもなかったですね。結局そのままこのルービックキューブと戦ってるっていうことで、ただ こいつは名前がキュロノスでしたっけね。名前がよく似てるので、もしかしたら親子とかそんな感じかもしれないですね、キュルルとね。ただ姿は現さないので、で今回はパドレがどうしてああいうことになってしまったのかということをじっくりとやっておりまして、最後もう少し感動の親子の、これはネタバレですけども、親子なのか、どうも親子っぽいですけど、いいですけど、もうヤムあたりがもうあれですね、もうMP がないですね。でこれ床がですね、結構見にくいんですよね。ざっと攻略サイトでどんな敵でっていうのは見ながらやったんですけども、ここは一番いいのは旅芸の代わりに賢者がいるのが良かったんですけど、マキちゃんが天地と賢者をやるので、両方天地で来てみましたけどもね。僧侶戦士、旅芸人よりも本当は賢者が良かったかなって感じですけど、レジーナもできるんですけれども、ちょっと装備が買ってないので、何のこの凍るやつがね、鬱陶しいですね。パラスはレベル110になってます。で、ハルベリもですね、一応ここまで来たんですけども、レベルもこの戦士は108なってまして、バトマス次上げてますけど、今106ぐらいですかね。他のキャラクターも107とか106とかそんな感じですね。マキちゃんは魔法使いでやって、魔法使い108、メイン職業ですから終わったんですけど、次は賢者にしてまして、ここはただ天地できてますんで105のままと、賢者もまだ105って感じですね。他のキャラクターも大体メイン職が106、107って感じですかね。この凍れるなんとかのあれがちょっと鬱陶しいですね。動けなくなりますし、って言うんですか、なんかもう何していいかわからないですもんね、これね。で、一応他のコンテンツもですね、レベル上限はもちろん真っ先にやりましたけども、他のサブクエストもまだ、ここの今回のプクリポのなんていうところでしたっけね、来て、それでやっとサブクエが解放されるって感じなので、まだ当然やってないんですけども、初めてのお使いとか、あとは永遠の旅人でしたっけね、エテーネの村の村人が増えるやつ、あれぐらいはやり、前回出しましたかね、動画。そんぐらいしかやってないですね。結構10本ぐらいあったと思うんで、サブクエストもね、ゆっくりやりたいと思うんですけども、もうファラスがもう MP がないですね。もうギガマとマホトラとかやってきますんで、MP 回復でなかなかこの凍るやつでなかなか敵の足元に踏み込めないっていう感じですね、ハルベリもね。魔法戦士がいればよかったですけど、ただそうなると回復蘇生が、1枚は減るのでね、こういうボス戦はやっぱり回復蘇生2枚3枚いた方がいいと思うんでね。ハルベリーはもう唯一の物理アタッカーっていう感じでね、入れてますけども、
まあ、そんな感じですね。ストーリー長さ的にはそんなに長くなかったような気がしますけどね、今回は。まあほぼムービーっていう感じでね。まあそうですね、結構この間も言いましたけども、長編動画で、チームクエストとか職人とかああいうのが結構、やりやすいというかね。今までは赤い依頼とか職人はオレンジの依頼しかやってなかったんですけども、ちょっと中級職のね、中級職ですけどオーブが必要になるとか結晶が必要になるとかそういうのが出てきましたんで、まあぼちぼちって感じですけどね。一体この時見の箱っていうのは何なんですかね。姿がないんでしょうか。パドレを使ってましたけどね、クグツでね。それが鶴の方も結構モンスター牧場の方が港の船の依頼が結構、あれも素材のね、輝きの樹液とか出てきまして、いちいち買わなくてもいいのかなって感じが したりしますけども、相変わらずモンスターの書がいっぱい出てきますけどもね、まあいいですけども、ダブったのはまあ売りますんで、2000ゴールドぐらいだったんですかね。いう感じで、ハルベイさんもヒットポイントが700超えまして、ただこれはアヌビスのアンクとか、あとベルトとかで目いっぱい MP じゃなくて HP を目いっぱい今上げてますね。攻撃力はそんなにやっぱりあんまり、もうワンパンですからね、こういうボスモンスターとかになるとね、あんまり変わらねえのかなと思って、ちょっと HP を上げて700超えて、おおすげえなと思ったら、パラスが110で780もあるということで、もうですね、ハルベリーがもう MP がないですね。妖精のなんとか役とか賢者の聖水もそんなに持ってないですからね。このもうハルベリーはもう MP 回復みたいな感じ。武器の方もですね、前回言いましたね、この覇王の剣ですか、かっこ悪いやつ買いまして、攻撃力ですけど、プラス1、プラス2のマイナス3って感じですね。まだ紫の錬金石が持ってないので、あんまり20個ぐらいしか。でももう攻撃力を前回の、あれでも言いましたけども、新域の体験より強いので、属性はね、あんまり私は、大事なんでしょうけども、そんなに考えてないんですよね。パラメータも攻撃力でいいだろうって感じで、武器に関してはね。防具は結構大変ですけどね。ハルベリが買いましたし、ヨーコさんもルネッサンステッキを買いましたが、呪文発動速度がまだ失敗品で、当然紫の錬金石もないので、ちょっと遅い感じですけどね。バージン、これ今何装備してるのかな、もしかしたら前のやつかもしれないです。ちょっとあんまり覚えてないですけど。あとは武器買ったのは、あれですね、タニアも覇王の剣体験買いましたけどね、それぐらいですね。他の5人のキャラクターは最新武器は買ってないですね、まだね。どうせ石がないですからね、今ね、紫、赤から紫になりましたからね、失敗品しか買えませんので、まあゆっくり、一応レベル108解放が全員終わりましたんで、とりあえず試練もまだ、3人ぐらいやりましたかね、今週はね。試練とかやっとかないと、もったいないですからね。でハルベリさんの方のアカウントは赤くなりまして、元気チャージがあまりないので、まあ、じっくりとという感じですね。マヌーサまでしてくるんですよね、本当にね。全然叩いても叩いてもいう感じで、まあいろいろストーリー、結構ストーリー重視でね、そんなにバトル少なかったですけど、あれなんですかね、バージョン4はどこまであるんですかね。一応面白くなってきまして、ただまあこれはネタバレですけど、パドレを
パドレじゃない人が今度捕まってしまいましてね、うん、ちょっとロードス当選機の灰色のカーラ、灰色の魔女を思い出すんですけどね、どんどん、うん、取り込んでみたいな。でこの人の今倒すんですけど、倒した後もなんかそういうことをやって、ドラクエ10ってそうなんですよね。倒したのに、うん、虫の人、うん、虫の息でまた立ち上がったりしてですね、敵が。でまた余計なことをするという。ここで倒し、戦闘ですから倒したものがまた動き出していろんな悪さをするっていうのもどうかなと思うんですけどね、何のための戦闘なんでしょうかって話で。まあいいですけど、うん、なかなかハルベリもあのマヌーサが消えたかな、もう様子、もうあれですね、回復アイテムがないですね、もうね、この凍るやつで足止め。ただまあ、あのこれ初見で倒してますんで、あ、MP がない、MP がないですね、初見で倒してます。あのやっぱり前回のパドレが最強だったんじゃないですかね、ラスボスはね、あ、また、あ、もうボロクソですね。陽子さんももう MP がないし、これはピンチですね。もう非常にこれどうしましょうって感じですね、これね。MP か、うっと、これはもうほぼやばい感じで、世界中で、何をしていいかわからないですね。これ回復で、あっと。という感じで、実はこれは声は後から取ってるんですけども、もうファラスも死んでますし、MP、ハルベイはもうマヌーサ入ってるってことでね、床が見にくいんですよね、あの凍るやつが来た時にね。ちょっと目が疲れる感じで、また死にまして、やはり賢者がいた方がいいのかなって感じがしますね、旅への代わりに。まだあの他のコンテンツも全然やってなくて、あの例のなんとかっていう新しいミニゲームみたいな、名前忘れましたけど、あれもやってないですしね、ちょっと試練をやってしまってって感じですけどね、また死にました。カカロンがいるからなんとか耐えてるって感じなんですかね、これね。天地が死んでもカカロン、現場はいるんですね、って感じですね、お、倒しましたということです。多分12分何秒だったと思いますが、またゆっくり違うコンテンツもやりたいと思います。はい、じゃあ失礼します。どうも。